わかるかな、どこにいるか。どうだろうね。ヒント、赤い服着てるよ。はい、じゃあ答え合わせお願いします。ここやで。これ俺何やったか気づきました。そうそう、すがよ、この俺が今この木と同化してるっていうのを分かったっていうのは、今日カメラマンやった。これでげえよマジで。俺と彼が揃ったってことは全部言う必要ある？もう皆まで言う必要ないかなと俺は思ってます。たたずまいだけは歴戦の勇者。いきます、頼むで。おわゾロ目いやもうケツ。え、なんで隠れんちゃうの？え、なんで？え、なんでな？ゾロメちゃん勝てるでしょこれ。これ隠れん。あれ？これ内緒にしてもらいます。俺さ、基本的に番号悪い時ってやっぱ諦めるじゃないですか。こうやっぱ店舗を見るわけですよ。なんでか分からない。店。なんか分からんけど光って見える。オーケー、じゃあ555番学編の番号を引いた時の立ち回りってのをみんな見せるわ。俺自身が確認やから今。なんかもう負けるときって崖に向かって歩いてるんですよ。俺今違う。俺の歩いたとこ見てください。映してください。俺の歩いたところ。光ってるでしょ。よっしゃ。マジで確保しといてほしい。あっかーん、降りてきてる人いる。全滅かー、これは。あると待って、ジャグラ全然取れるやん。ジャグラ全然取れるやん。ってことはバラエティワンチャンあるんじゃん。あのね、それはさすがに夢見たわ。オッケーオッケーオッケー、そりゃそうやわ。うん、相手のわけない。うん、ジャグラ行きます。これ6号機ジャグラーか。6号機ジャグラーガチ誰も一人も座ってない。まあ映画稼働、稼働ジャグ行くか。おお、待って、はい来た。あっ、ちょっと待って、かあかんって、こんなんうせやん。555番で777番台アイムジャグラー、ありがとうございます。もう全部言わせやんといて。ありがとうございます。はい、じゃあ山だったら一応なんか移動します。成り上がり。悪くねえや。いやマジでジャグ座らして俺555番でしょ、で777番でしょ。もうやばいやろこれ。これ以上ある？いきますね、ガクン。あ、分からん。下、右にいる。下気します。ちょっと待って、始まって、これ3回転めちゃ気持ちいいっす。いやいいね。なんかホールで打つの久しぶりに。この隣駅でさ、あのわけのわからんデスジャグラーをめちゃめちゃやってきたんだけど、ただこれは6億ジャグラーなんで相当数の難しい。コイン持ちが上がってボーナス合算がまああんまり変わらず、ボーナス獲得枚数が下がってるっていう感じなんですよね。のまあ緑バージョンなんかな、これは。大仏さん的にはまあ立ち回ってほしいなーというか、まあまあまあそういう、まあ分かるんですよ、分かるんですよ、分かるんですよ。俺機械割り 105% 見えてるの5555番、夜まで行きます。ただまあ僕が来た時もうほぼ欠番でした。僕ほぼ欠番やったけど、6号機ジャグラー全部空いてました。やっぱ埋まらへんねんな。28ゲームはい、はこれちょっと待って、どうや。あ、まあこれは大丈夫やな。はい、まあレグもうね、まず調子、あの6号機ジャグラーのレグは結構ほんまに大事だと思う。やっぱレグ変わらず、レグの出現率がすげえ大事になってくるから、たまーにあのやっぱ100ずっと切ってんのに夕方なってるみたいな台あるじゃないですか。それにします。1回転目だけね、1回転目だけ。はいはい、まあ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 、いやでもやっぱ結構なんやかんやジャグラーみたいっていうお声も多かったんですよ。今日はやっぱたくさん光らせるよ。ちょっとねカメラの角度があの斜めになっちゃってるんですけど、さあちょっと成り上がりと一緒なんで許してもらえたらなというふうに思います。あと最高3000枚か、マイルドやな。うわー、ちょー気持ちいい、あー気持ちいい。ちょっと待って、748ゲーム兄貴すんません、これ来てます。これは大丈夫やな。レグ2発、朝1、動詞1本。まあ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 、まあ、なんとも言われへんけどな、もちろん。
これはちょっと持ち玉で遊べるんじゃないか。さあ行きましょう。レグ立て続けに2回よ、2桁台で。これやばいっしょ。これ今設定判別ツール入れたら申し訳ないけど6が一番近い。 What?100ペカ目指したいなぁ。いやまあまああのね、でも100ペカ目指すっていうのはある程度ポテンシャルっていうのを把握した上でのあれですから。でも周りの手玉状況的には、周りの手玉状況はもちろん分からないけど、うわだばちゃば来てる来てる来てる。嘘でしょ。おー、ビッグじゃん。なにこれ、見たことないのに勝てる。おしゃれなことできんじゃん。ちょっと待ってくれ、これあるね。これマジで確保しておいてほしい。これはちょっと申し訳ない。今合算30分の1ぐらいですね。はいはいはい。まあ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 、その軽くちょっと遊びつつ移動になんねやろなとは思ってました。じゃあこのやワンちゃんもうやるってなったら俺とことんよ。え、でもここの連チャンはとりあえずなし。まあ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 、そうね、ここはなしね。まあちょっと まだあのね、正直まだ1か6かも分かってない。それは分かるわけない、誰が分かるよ。いやええな、なんかいつもちょっと肩に力入った実践ばっかりやったから最近、ほんまに特に。しかもなんか時間にその追われるというかさ、まあなんだろうな、まあ、前回ロリクラとかやると俺もっと打ちたかったんやけど、あれどうしてもやっぱ牙って牙って打てないけど、東京エリアやからまあその日中には帰れるわけよね。で考えたらなんか今日はほんまにまったりで、ほんまなんかちょうどよかったんかなとも思ってます。うわ、気持ちいい。ああ気持ちいい。音鳴るや、音鳴るのめちゃめちゃええな。やっぱこれは外した方がいいってことだよね。そうよね。オッケーオッケーオッケー。これはソロウトビッグボーナス52ゲーム。ちょっとじゃあこれ、ああこれやってくれなかったじゃん。これ4連してますよ。ちょうど兄貴が今買いに行ってくれてるんで、あの飲み物をね。ほーら、あーすいません、あの一応とんでもないと言うてます。すんません。ああ、ありがとうございます。ご褒美のご褒美の、乾杯。いやいいいいいい、いやいいや、俺こういうのやりたかったよね。このまったりなんか酒でも飲み、酒はあかんけど、まあ、めっちゃええわ。今日めっちゃおもろい実践になるぞ。ちょっと待って、俺超生意気なことやっていいですか。パッキー抜いちゃいました。投資戦これをポケットやったらまた入れるかもっていう気持ちがやっぱまだ残ってるってこと。俺今財布に入れます。財布に入れたらもう出てけえへん。一応まあ今参考程度にビッグ2のバゲニーで一応合算41分の1でやらせてもらってます。この指の感覚が脳内にシンクロする時があるんですよ。まあやっぱ人間が作ったもんですから、そのそこの気持ちを汲み取る、それが北電子さんの社員さんの顔を思い浮かべながら打つ。まあ気長に行こうか、まったり行きましょうよ。次のあたりからまあオネオネしてもいいかなっていうのは思うんですけど、まあここちょっとハマりどころやから。そうね、これね、俺ね思うんですよ、序盤の方にやろうやろうやトゥーやるやる、あのね序盤の方にやろうやろうやって言った時って基本その後ダメになる。だからギリギリまで引っ張る。あー、こんなん硬いやろ。もうそう書いて262回でよ。レグさんがいける？まあこれがもう開始数分でパッキーを財布の中に戻した男の引きよね。じゃあ行きます。惜しい。バーゲモンやこれほんまに。あかん、ちょっとこれジャコネやるべきちゃいます。はい、来てます来てます。ああ、そうですね。ああ、だからまあまあまあ一回考え終わってからもう一回やりましょう。俺全然この連チャンもったいないと思わないんで、血肉につながるんでね。なんかこいつ先ペカの音ならない。あ、何それ、運命。ちょっと待って、55じゃんこれ。ごだんさ、これもうまさに運命でしょ。遅れ遅れがこどくって感じやな。そんな必要なかった。これ大丈夫、終われてない。これスペースシャトルが大気圏突入する時の角度のグラフですもん。これおかしいおかしい、幅がおかしい。そんなんなる。
はいはいはい、あできた、あでーがむっちゃこっからやりたいけど、それちょっとまあこの台の様子を見てからやってるからちょっとずるいじゃないですか。だからまあ一回じゃあこれあの100超えてリセットして、そっから次のあたりからまあこ正々堂々真剣勝負。だここで17連いったらあのもうジャガーはもう正直いらないです、いらないけど褒めて褒めてよう頑張ったなーっつって。100OK、 じゃあこの後から1回目にしてジャゴニア開始でございます。で一応ちょっともう あります決まってる、うー手書きで字がかわいい。1からもうバーっていってきますね。アメちゃんジュース、お昼、 iTunes カード、晩飯、ルーレット、おむつ、よしきチョイス、1万円相当の何か、子供の服セット、お取り寄せの食品、デナバ分の倍の商品券で、奥さんの欲しいものを1から13の中から2つ、でうまい棒、うまい棒2本、おーえぐいなここ、15連16連やばいな。で最後になんとジャガーをいただけるということで、今日はこいつ今のところポテンシャルエグいんで感じる。ただこれじゃダメやもんな、今なんか4連5連で終わってますけど、これじゃあかんってことよ。だからまあ今のうちにちょっとこの次からやから、一回ハマりで貯めてもらおうか、力貯めて貯めて大放出、ジャグ天に飛ばさなあかんわ、ジャグラー天国に。マジででも油断したらあかんすからね、ジャグラーだけは常に俺の脇を狙ってますからね。まあでももう9回引いてますからね、当たりを。マダガスさん62分の1です。いやーでもマダ62とか言うてる間にこんなんもうねズルズルいかれるんで、まあ180やな、ハマっていいのは。どっかでやっぱその生産が来るわけじゃないですか、今これ生産タイプやと思うんですけど、ここをいかに和らげるかっていうのがやっぱジャグラー打つ上では大事なのかなって思います。ツケがもう思いっきり来るんでね、なるべく優しいツケで。うわーおー早い、ほら180やこれね、あーギリ許せるラインだよこれ。これもう呪文しますかこれ、酒べかやしね。さあ行きましょう、600回転で601回転でビッグ6のバゲヨンです。 OK、 じゃあこれを1年目としてここからやっていきたいなと思います。この店のメダルなくすわ。 1G 連どないします、それはもう特に何もなし、100ゲームメモ。 OKOK、 ドキドキすんなー、今ビッグ4連してるのか。あ音なんのやっぱいいっすね、んがーっつってんがーっつって。これはスケを払えたんじゃないでしょうか、さっきの180で。この181のハマりで、まあ、これ今2連目ですけど、どんだけの連チャン分のツケを払ってるのかっていうのが私気になります。何が怖いって、これ俺まだ本気出してないのがいっちゃん怖いです。自分でなんか分かるじゃないですか、自分のそのなんか脳内を駆け巡るエンドルフィンの量というかさ、なんか自分の中で分かるんですけど、それまだ多分出してないよね俺で、このオレンちゃんなんで、これやばいぞ今。11回当てて100超えたら2回だけっす、すごすぎる。下町ロケット作るかグラフで、今まだ35回転なんですけど、ちょっとこうなってきました。あれまだいかなんかって、やっぱジャグオネアやるとなぁ、やっぱあかんのよなぁ。だから多分レバーが変に力入ってちらつくよジャガーが。さあ100回転目、まあしゃあない、 OK 切り替えていこう。そうそう簡単にさ、まだまだたっぷり時間あんねんから。俺だからこのジャグラーの光る瞬間ってやっぱもう我々の脳にピターっていくじゃないですか。で光ったらなんかメッセージあるじゃないですか、まあ、頻度で言うと俺が光ってほしい頻度は、まあ、正直モールス信号ぐらいの、モールス信号レベルの頻度で光ってほしいなって思ってます。まあ本来の姿に戻ってきたって感じか。さすがにスーパージャグジャグタイムは終わってる感じがしますね。まあこれ今300回転はまりましたね。まあこんなん当たり前なんですけど、ようやくなんかジャグラーになった感じがしますね。さっきまではちょっとスーパーサイヤ人3ぐらいの勢いやったんで、まあ一回その息抜きというかね、息継ぎなしではなかなかね難しいので、ただもうちょっとで1000回転ですね。まだボーナス11回なんで、まあ全然2桁台で走り抜けてはいるんですけど、
っぱさっきまでのが当たり前なになってきちゃってるんで、体は違和感を覚えてるよな。うわー、何その遅れ、押しちゃうとこやね、危ないよね、これはまあビッグ臭い、はい。さあ355回転、初の300台です。まあこんなことは当たり前なんですけど、まあ耐えたんじゃないですか結構。まあただなんかレグがちょっとやっぱもうちょい安心したいなっていう、レグの貯金をしておきたい。まあいいでしょう、パッパー。さあ行きましょう、こっからよ。まあそろそろちょんちょんってレグ来てもまあいいのかなって感じはしますけど。うわーっつー、あー気持ちいい。はい、最高。ビッグばっかりやな、ビッグ6連してるんやけど、あんまり気にすぎず、まあレグは後からついてくると思って、これ逆やったら結構しんどいからね、全然増えへんみたいな。さあここで17連決めちゃうか。さあ行きましょう、あなかなかめーっつー、なかなかね、ブドウ来ちゃうやな。最高枚数更新してる一応。いやそうかそうか、まあさすがにあの序盤の感じでは行かせねえよっていう、まあこのクールがありますからね、会社としてはね、上半期下半期みたいな、まあ、業務成績やっぱ違ってくるんで、ただまあ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 ちょっとやっぱ売り上げが悪くなってきた不景気なのかなっていう感じはしなくもないこともないこともないけど、いや2連の壁あるな、なやこれ、いやむずいな、まあしゃあない。まあ言うてかさ85分の1ぶち抜けてはいるが、レグがちょっと重くなってきましたけど、まあビッグ駆け抜けてるんで、まあまあまあよしとしましょう。あのレグは後からついてくれて、もう信じ込んでやりますね。まあビッグなんすよね、まあまあまあありがとうありがとう、なるほど。いやいい、素晴らしい、ナイスビッグ。さあこのレバーオンで2000回転、早いものでもう2000回転回りました。22回の当たりを拾えてます。で枚数的には最高枚数が2130枚まで伸びてます。もう何のストレスも何の文句もない、着実に伸びてる。こっからどんどん合算が悪くなっていってまったりになっていくのか、それとももう一波二波弾け祭りすんのかはちょっと分かんないですね。どこであのレンちゃんが帰ってくるのかマジで楽しみっすわこいつ。まあ休憩タイムや。どんなにいいジャグラー打ってでもこういう時間って絶対ありますからね、ジャグラーに限らず花々でも一日中これが来やへんってほんまにない。村を楽しむもんやからさ、この300あるいは400分からんけど、ハマりすら楽しむのが我々スロッターやからね。あただ500てめえは許さん、やりすぎやっつって。ぴったり300ゲーム、これは何もないんすか。なんでもかんでもつなげようとして、いやいや全然、あのねマジで大丈夫、まあ、ありがとうマジで。こっからまあ一撃800枚から1000枚の波を持ってきましょう。本日一撃の最高枚数800枚なんで、さあこれでまた99分の1ぐらいに戻ったんじゃないか。反撃タイムや。なんか俺ちょっとマジでミッションクリアしたくなってきましたわこいつで。ここでこのハマリを回収できるジャグラーやったらいいジャグラーなんすよね。まだ蓄えてんの、吐き出してええのにな。うわーめん、あれるよピーナッツバター。91回転音も鳴る、気持ちええやん。これは外します。そいや、まあいい、 OKOKOK、 まあ現状維持やなレグはな。バダカバダッつってバカンバカンバカンつダビービービーブーつって、ビーブルーよこれ、ビーブルーで11回転うめ。いやこれよちょっと本気出してんじゃんこれ、とどまることを知らない。さあ行こうか、 1G 連でじゃんじゃんバリバリ、いらっしゃいませいらっしゃいませつって、これでもいらっしゃいませ流れんのかなこれ。よっよっ、よいしょ、枚数が加速する、あまりの後には祝福が待ってるジャグラーってことだね。これマジ
ジで最高枚数更新できそうやな。3600枚なんですけど、この台がもうレグが8に対してビッグ18になっちゃってるから、まだあんま気にしてない。もうここまで来たらすごいな。こういう時なんやろな、ジャグラーですげえ記録出せる時っていうのは。畳みかけろ、今やぞ。57回ウィーアーザチャンピオンつすんげえこれそいやバーゲモンだこれ。俺もうちょっと待って、こういうジャグラーの行く末をちょっとみんなに届ける義務があるかもしれない。これまあでもこれぐらいのね引きがないと車を手に入れることはできないんで、すいません。じゃあ次会社行くときはジャガーで会いましょう。いやほんまにおもろいな、こんなガだったら。27回引かって2460回でまた90何分の1に帰ってきた。狙いすぎやな、さすがに間に合わんかこれ。いやマジ際どいっすね。もう一皮むけやなかい。いやこれでもパッキーをやっぱ早めに財布にしまったじゃないですか。もうこれもう俺の意思表示なんで、これはやるぞやっちまうぞっていう、交代はないっていうぐらいの気持ちで、このまま俺はピック引き続けるだけっすよ。俺は設定通りに出る台を打ちたいわけじゃなくて、頭のおかしい台を打ちたい。あやべ100回転、次まあ出ろっか。はい、まあでも大きな進捗っすねこれは。まあでも俺合算100生かす気ないっすけどね。1日ぐらい合算100以内でも耐えれるぐらいの引きの村は持ってると思ってます。これがあと1000回転後、2000回転後にまだそれを維持できてんのかっていうのが気になるところではあります。ちなみになんですけど、あと何枚でクリアなのかちょっと知っときたい節はあるっすね。4111枚、4111枚、なるほどな、絶妙なラインですね。まあ焦る必要ないですけどね、まあ、視野には入れとこうよっていう。さあまた頑張る時間が来るかなこれは。まあ数値はね収束していきますからっていうのは簡単やけど、ちょっとでも抗いますわ。っていうか抗うどころじゃねえ、ぶち抜けます。成り上がり、ビッグ引きすぎてるからこれ。とりあえずあと5回行ってみせます。成り上がり、全然、ありがとう。まあ、追いついてきた。ええや。やってくれんじゃん、まあ、今ちょっと合算100分の1を超えたんですけれども、俺今日もう本当になんかゾロ目にマジで縁があるから、55ペカ。しかも555枚やったしね、抽選。で、55ペカを目指しつつ、ミッションも達成しつつ、ジャガーも取って笑顔で帰ります。まあね、どうしてもやっぱ同じ絵が続くというか、俺の喋りが持たないというか、まあパンパンね、編集上ちょっと切っちゃってるかもしれないですけど、まあ俺個人的にはもう今すごく楽しくメダルも出してるし、のらりくらりとデラマ出すと。正直そんなつもりで打ったジャグラーではなかったし、まあおわつらい向きに777番台いってげーっつって、おふざけじゃ済まされん。これはいや目標掲げやな。なんかずるずるとした実践になる。そうならないためにもやっぱり55ペカをまず目指すと根性を見せたいなと思います。なんか7年8年の飛び抜けたやつ来ないっすね。まあ、準備はしてるんでしょうけどね、連携が取れてないっす。左の隅っちょのランプが光るか消えるか、ただそれだけやのに俺らこんな必死になってすげえよあんた。いやでもまだまだやな、ほんまに頑張らなあかんな。ビッピビリビー言うて無理やり揃えました。生気持ちいいなやっぱ最後。いやこっからあんたはもっと良くなる、行こう。大丈夫、いけるぞ。いやー惜しい。なんか流れはねありそうな流れだったんですけど、ね、じゃんじゃんバリバリ聞きてえなー。なんかプレミア系が少ないんですかねこれ。わお、これ嬉しいね、このチェリーから。これようやくちゃう、これめっちゃ来たけど今日。ありがとうございます。これやばいなマジで、やべえけどまだこんなもんじゃないでしょ。何これ、何このグラフ。
さあ現在で4000回転になりました。でビッグの回数が27回、そしてレグが14回と、まあレグが大幅に足りてないですけど、その分ビッグが肩代わりしてるみたいな感じですごいことになってます。このまま走り抜けたい、いやでもこのままじゃダメ、さらに上に行く、その気持ちじゃないとやっぱね、確率の力に引っ張られる前にもう取り返しのつかんレベルまで早く当て続ける。何それ、51回転よっよっ、まあいい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 、久しくなんかまとまった連チャンしてなかったから、ちょっとここら辺で、でもちょっとやっぱね、今ちょっとなんかジャガーどうでもよくなってきてる、正直そんなんよりもなんか目標に掲げた55ペカしっかり達成してみんなの火付け役になるっていう、その使命の方がなんか強い、勝手に使命感抱いてますけど、持たせる今日1日こいつをこのペースで、ふぅ、あがあが、張り詰めすぎてさ、当てなきゃ当てなきゃになってるから、そんなことない、まず楽しんで、それ大事。うわー、はい、いや今のマジで速度半端なかった。いよ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 89回転、手がレバーに当たる前に勝ってるもんな、マジで。ここに来てさらに確率をぶち上げていくと、歩みを止めない、人生も同じやと思う。俺妥協したらどっかでさ、それは楽できるし追われるけど、ほらまだ歩みを止めないぞ。狙ってるよ俺、前のめり立ってる揃えよう揃えようとして、ダーダーって14回転、確実にこれは来てます、波が。このビッグウェーブ物にしなきゃ、これでおそらくですけどこの台の最高枚数は更新、やばい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 、もうちょっと明らかにアームもやばいし、まあ焦ってもあれやろな、でもさすがにこんだけ出るってことは、でも満足はしてない、満足はしてるよ、まあ、満足はして、なんて言ったらいいやろな、高みは目指してる、今から僕が出していった分だけこっちの過去の3枚更新されていきます。朝抽選引いた時はまさかこんなたぎる展開になるとは思ってなかった、ただ俺並んでる時言ってたでしょ、あれなんか店光って見えるっつって、そういうこと、光ってたのは店じゃねえ、ゴーゴーランプだった。いやでも油断すんな、いつでもハマれるぞ。さあ行きましょう、マジここでじゃんじゃんバリバリ来たらマジでもう流れはもう完全に俺のもの、つかめないビッグウェーブ、楽しく楽しく楽しく、あんまり緊張感持ちすぎたらちょっとやっぱね潰れちゃうんで、44ペカで4131回転やからもう全然90何分の1、はなはなでもこんな綺麗に上がったことないです。もうさ、もうすごい、もう言葉出んよな、ここまで来たら。ちょっと待って、しかも連チャン数もそこそこいってるやん、ビッグボーナス、あかん、妥協してないこいつ、行くとこまで行くつもりや、すごいことになってきた。たまにあるぶっ壊れたジャグラーになれる気がします、というかなれるポテンシャルは持ってる、てかなるしかないでしょ。45ペカ、あと10ペカ、今6連じゃないですか、でこっから10ペカで55でしょ、だから16連や、あと一発頑張ればジャガーお膳立てがすごすぎる、やるしかねえわ。そして今万が一じゃんじゃんバリバリ来たら最高枚数今3938枚なんで、なんとこれミッションクリアです、この1台やばいっす、いきます、まずは止まれよ、まあ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 終わらせる、いきます、渾身のドゥアーなと思った、まあそうやね、そんなうまくはいかへんね、いやこれいったらほんまにすごかったよな、いやマジか、ミッション達成やん、まだ終わった時にその枚数あんのかどうかって話なんでね、6連初めてちゃうか今日、うわ気持ちいい6連どころじゃねえわ、7連すごすぎるこれ、ちょっと待って、もうビッグがビガーでビゲストよこれ、
兄貴すんません、これもしかしたらなんかもしれないですけど、現状でミッションクリアしたかもしれないです。4100枚ですよね。さあ皆さん、ミッションイザマル達成でございます。ただまだこれで追われるだけで飲まれるかもしれへんからさ、ただもう集中力は切らさずに、やけどとりあえず現状ね。けど俺はそんなもんでね、追って上を目指す、いきます。さあ7連まで来ましたよ。磯丸成り上がり街道6史上で多分9連なんですよ、マックスが。取りに行こうや、このチャンスあんまないからね、こんな7連もするっていうのは。狙ってまう、狙ってまう、狙ってまうて、リーチ目狙ってまうて。落ち着け落ち着け。なんか俺だいぶさの時にこんな出すのめっちゃ久しぶりじゃないですか。いや俺バキバキで負けてますもんね、バキバキで負けていつもどうするってなってましたもんね。狙ってんな狙ってんな俺。俺取れんのじゃがマジで。まああと10連戦なんですからね、言うて絶対かわせる、絶対にかわせる。みんなに言いふらす、これジャグラーでゲットしたジャガーやねん言うて。昔の4号機の時代に初代ゴッドで車買ったっていう人はふわりと聞いたことありますけど、まさかジャグラーでジャガーゲットしたっていう人はいないでしょ、世の中探してもわけわかんないですからね、だってね、いや来るぞこれマジ匂うもん、黄金ランプの匂いがする。いや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 、何年、いやまあもう外そう外そう、いやいやもうバーバーなのバーバーババみたいになってる、狙いにいって思ってるもん。偶発的に来るのがいいのよね、そんな狙うもんじゃない。まあ狙ってもいいけど真の像を一突きされた俺は今この台に狙います。まあレグ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 53ゲーム、すっごいわ、引くってした。8連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 マジか。ちょっと待って、ドロップよしきチョイスってなんやこれ、よしきさんが選んでくれた何かをってこと。俺これワンチャンドロップはなんだこれ。まあないか、まあないか、逃走中でドロップはつるなもんでしょ、炎上するてここに来て今一番背伸びしてるわこいつ。いやいや、何チェリーでドキドキしてんねんって話なんですよね。まあこれ誰が買ってくれんのかとか俺知らんすけど、まあ買う人に伝えておいてもらっていいですか、ディーラー探しときなっつって。やったかー、これクリアできるやつ女がぜ、ガッサン見てくださいこれ91分の1です、ここに来て91分の1になりました。おいおい嘘だろ。まあ8連もしてくれたんでね、とりあえず休憩タイムやな。いやでかいこれマジ、この枚数以上でしっかり終われたらミッションクリアマジででかいし、ちょっと誇らしいやっぱり。わー気持ちいい、深くなくてよかったです。175イナゴっすね、リカバリ早い、リカバリ。うわっおわおわ、消えてねえぞこの光。大丈夫大丈夫、もうレグ回数までちょっと跳ね上がってきた。これで今49、次で50です。ちょっと待って、これ俺さらに上見えるな、これ77があるんじゃないですか。いやいや、欲張んな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 、やけど行きたいよなやっぱり。さあさあ、これで通常回転が5000回転でございます。ガサの方が98分の1で落ち着いてはいますが、こんなものはすぐに100回転、110回転と110分の1となっていくので止めます。でもこいつやっぱ着実にガサンがね、戻ろう戻ろうとしてるから、今日終わるまでもう弾けてもらわんと。いやでも楽しい、このペースでいくってのがもうめちゃくちゃ難しいことやから。
ジャグラーって本当こっからなんかメキメキ下がり出すとか全然あるんでね、これがまたこいつ難しいところだよな。どんな台でもそうやけどな、どんな台でもやっぱ走り抜けるっていうのがね難しいよな。でも俺こんだけ光ってもやっぱり当たった時にこの新鮮めちゃくちゃ、それがまたすごいな、色褪せへんもんな。油断していい瞬間なんかないぞジャグラーに。ほんまに気緩めたらふにゃーってなりますもんね。まあ、こいつ大丈夫な気するけどな、もう振り切るやつやろ。まあでもその中でも最高のパフォーマンスをする。なんかでも多分みんなさ、このジャグラーで本来のこのポテンシャル以上に吐き出してしまった時ってさ、結構みんなもう出やへんやろみたいな感じでやめちゃわないですか。どうだろうこれ、要は気持ちの問題ね。正解は打ち続けるね。まあでもねそこはねマジで難しいところ。腕では200超えましたわ。あちゃー、これビッグ欲しいな。ペックマシャラグ219レグでございます。いや耐えてるよマジで。本来もう500、600の洗礼あるいは700受けても文句言われへんぐらい調子よかったからね。ゴンツーペカ、まあ、でもさっきのね分かった、こいつは92、3分の1で駆け抜けるポテンシャルはあるってことや。そう信じ抜くこともパチスロー打つ上では大事。ここ頑張りどころやな、まあ、さっきの連チャンこいつすげえ背伸びしたかんな。疲れとるなこれは。キタックジャグラー感がこなれてきたらあかん。ありがたみを感じろ。ゴーゴーランプが光ることに対してのありがたみ、反動が来てますね明らかに。よう頑張ったやな。しゃあないしゃあないしゃあない、こういう時間帯があるのはしゃあない。これが閉店間際にこやんことを祈るぐらいやな。うわー嬉しい、233回転嬉しい。レグでも全然いいよ、当たることに価値がある。これで53ペガやな、あと2回。いけるぞ磯丸、もう死ぬほど深いハマりってるからマジでこんから助かってますね。けどまあ刻んでレグ、この刻んでレグ、まあ、ちょっとなんかね中途半端なハマりのレグレグはまあ来るよな、ダメージはな。100ゲーム以内てかまあ弱連でちょっと始まる感じはするんやけどなこれ。まあ獲物を狙うハンターのように俺は待ち続けますよ。うわー止まらんかったなて。そいやよっしゃ嬉しい、盛り返す盛り返す、このビッグボーナスから盛り返す。あれこれビッグボーナスの音ってこんな気持ちよかったっけ。さあそして何を隠そう、これが54ペカペカでございます。次がまあとりあえずひとまず目標で掲げてた55ペカペカ、いきましょう。ジャグレンで、いやじゃんじゃんバリバリでいきましょう。よし行くぞみんな、抽選番号555座った台番777ジャグラー55の奇跡見せます。55回目のペカ、まあ、今日はそういう日や。これね、ほんまに100ゲーム以内に来たら始まる気はすんのよね。まあ、ないけどね、もちろんないな、そういうのはもう完全確率だからね、ないんやけど、まあ、でも村の雰囲気みたいな、やっぱりね、おじゃぐじゃぐ連してもらってっていうのがいい気がするんですけど、どうなんでしょうか。まだ疲れてんのかな、頑張れ、俺も頑張るから。ちゃんと分かっとるこいつは。あんたビッグよ55ね、55ぺっかり、えい待たせるね。55ゲームのペカペカはビッグ、オーケーオーケー、いいのよありがとう、オーケー。でも36ゲームオーケー、これでとりあえず目標にしておりました55ペカペカミッション完了でございます。ただ皆さんこれ思うんじゃないですか、目標達成しやがった人は目標達成すると何かがもう吹っ切れたようにもうふわーってなっちゃうんですよね。そんな時どうしたらいいの、新たに目標立てたらええやんって。700ペカ目標なくなった次77ペカでしょう。これでも777万台やしね。まあ、今日はやっぱだいぶゾロ目に運命感じているところかなりあるので、7777ゲーム以内に77ペカ完成させます。
まあいい。よいしょ。ビゲスト。ダッシャーラウラ。まあ、そりゃそうなるわ。59回やって、音にビビとなあかんわ。いやあかんわ、これレグ来てるわ。さあ、でまあ今一応6000回で超えてるんですけど、6052回転で63なんで100分の1は余裕で切ってます。まあでもこれすぐまた100に近づいてくるっていうのを繰り返してるんで、なんとか2桁で終わらせたいです。90台でもうそこはもうほんまに引きの世界だと思うんで、やりきるしかないです。まあもうほんと時間との戦いって感じ。プラス引きのね、ハマり来たらだいぶ間に合わへんな。分回しつつ丁寧なレバー音で勝利をもぎ取りに行きたいなと思います。おー、いいね。141。ほい。まあレグが応酬してる。たたびかけてくる。感謝やけどな。行こう。ほい。おわあ。残るところあと13回。怖い怖い怖い。プレミア。でってれで。いやいいっすね。15回転です。なんか15回転やたら当たるな。なんや、なんかあんのか。65回目。さあ、オッケー。さすがの15回転といったところか。行きましょう。満身創痍になってきたっす。光ることでちょっとずつ HP 回復していくっす。いやー、来てる来てる。66回転。ゾロ目や。寄ってきてるよ。さあ66回ですね。ちょっと待って、66回目のペカが66ゲームに来てんの。何それ、そんなところまでゾロ目に呪われてんの。今日はマジでゾロの日やな。兄貴すいません、これなんかもしかしたら、嘘、ファイブいったっす。最高枚数5000枚超えましたね。瞬間的にではあるものの、あら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 。ちなみに私ジャグラーでこんなに出したのは初めてでございます。まさか6号機ジャグラーでジャグラー界の自分自身の歴史を塗り替えてしまうとはって感じですね。現状が66回、あと11回。うわ、まあ間に合うか、さすがにバグリ散らかさんかったら。けど選んでけんからな。なんかこの時間までこうなんかジャグラーを打つってのは久しぶりすぎて普通に考えたいです。ジャグラー1日打ってその90台で終わったことなんかないっすからね。ぜひとも終わらしたい。それはもうだって設定を超越した引きってことですからね。あーいいね、早いね。155絶対ビッグ、絶対ビッグ。さあこれでようやく67、あと10回。結構ギリ、このままキープできたらまあ間に合うかなっていう感じ。デゲーハマりとか食らうとだいぶ危なくなる。まさくてよかったな、ここあと10回頑張れ俺。さあビッグ40なったな、すげえな。お周り探しておれへんもん、ビッグ40いってる人。この肩パンパンに痛めたこのジャグラーが動画では30分から40分ぐらいにギュッと収まるってことですよね。投げへんから俺同じリアクションしかしてない。引かれた時ヌポーって、うわうわ普通にわーとか言ってもうた。キョッ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 、これナイビーよ、ナイビー。さああと9回いけるぞ、マジ見える。うわあ、キョッチュー。さあこれで何回目、あ6球かよっ、全然 OK。 いや待ち遠しい。あと普通にこのペースだとちょっとよろしゅうないよ。ただまあでももうラスト10回は切ってっかんな。けど焦ったってくるもんじゃねえ。ちょっとおい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 、言い聞かして自分に。焦ってもちょっと待って、ステーキ焦ったら来るもんじゃねえっつってっけど、だいぶ焦ってなかった今。けどこれなんとか85回で間に合いましたね。連チャンです。いや間に合う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 、全然間に合う。さあこれで70回でございます。あーじゃあ明日休みでよかった。どーでげー、いろいろでげー、いろいろでげーはマジで。いやいやいい、これもうなあのね、わかるビッグです正直。すいません、もう二度と生意気なこと言うのやめよう。
さあ時間の方が今映ってるかなとは思うんですけど、9時になってしまいました。残りボーナス6回、ちょうど持ち玉がここに一応拡大ケースで流せてるのが約4600枚。こうやってやると万枚出してる人ってほんますごいんやな。60、70分の1でぶん回してってことでしょ。さあさあ楽しいやろな。俺今でも十分楽しいもん。本当に生意気だとは思ってるんですけど、自分7777枚いきたいっす。いやーさすがにいけるとは思うけど、マジで事故るようなハマりはマジでいらん。いやでもほんまにもう事故るようなハマりが来たとて文句言われへんっていうのがね、それほどのことを俺はしてしまったんだもん。さあ通常回転数の方が、7000回転来ました。でガスタの方がキープはできてはいるんすけど、なんとか9876ぐらいをキープしたまま77回に行きたい。いやーまあいやいけるいける、最後まで最後のひと踏ん張りや、頑張ろう。ほらめっちゃハマりのフェーズやな。いや全然間に合わへん、あるなこれ調子乗ってると余裕で間に合わんやろこれ。ここに来てこの時間に500ハマリ、まあでもここまで来たらもうここまで俺が築き上げてきたレバーオンで叩き続けたレバーオンで叩くだけいけるぞ、大丈夫頑張ろう俺と。あとちょっとや、まあ納得するまでちょっと彼がね納得するまでちょっと付き合います。納得したみたいです。あーちょうど言ってないね、599回転600に行くほどの怒りではなかったという感じみたいですね。いやーもういやーまあまあしょうがないんやけど、まあ、もうしゃあない、もう受け入れる。だからここからやから反撃ののろしよ、これがあと5回。さあ行こうか、行きましょう、ここからやぞ、反撃開始です。うわー気持ちいい、いやまあ残ってるか、でも早いな、でも早い。怒ってはいるけどツンデレのやつやわ。27ゲーム、いける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 、これであと4発。ふぅー、おーいいねー、89。うわもうあかんと思ってた俺今、実はやる気だったんか。うわーでかい、これはでかい、マジでありがとう。いや、いける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 、あと3回、最後の一踏ん張り見せてくれるかもしれないです。いやーやるしかないマジで、いきます。いやーいけるやろ、ではまあね599のハマりってまあねー結構でもあるあるっすよね、タイプあるある、最後の最後にこうこうっていう。間に合う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 、感覚を思い出したやろ。いやくそ遠いな、コンパクトにコンパクトに、110回転待ってくれ、いけるぞ頼む、ビッグデラマ的にデラマ的にデラマ的に、なあでかい、くそでかい、あと2回いける、いやいけるマジで、この一歩はでかい、あの過去はもうほんまに関節外れるかと思った俺の顎の、嬉しすぎて、俺を男にしてくれ。いきますいきます、シュッシュ大丈夫大丈夫、よっしゃジャグラーじゃん、こんな綺麗なあんた36だから、え待って7639回転で76回目、ペックペックペックええね、いやこれ待ってクソでかいマジで、これはやばい、余裕ある余裕ある、やつやつ、これめっちゃ熱いわ。77ペカできます、マジやっちまいましょう、終わらせる、いくぞ。全然違うところやってもう裸のぶつかり合いよこれは、正直俺運命的なタイヤと思う。
てか今日に関してはもう全てがデスティニーなんで、めちゃめちゃかっこいい全てがデスティニー、めちゃめちゃかっこいいけど、もう全部もう運命かかってる、マジで信じてろ俺やってくれると。こっちは大人って、上見てください、みんな覚えてるかな。7777ゲーム以内に77ペカ完成させます。みんな俺なんて言ったのか覚えてる？7777回転以内に77ペカ。できませんでした。ダメでしたね、残念ながらガサ105までいってるな。まあでもこれで正真正銘77ペカなんで、まあ気前よくビッグボー、ありがとうございます、ありがとうございます。成り上がり、クソお世話になりましょう。お疲れ様です、磯丸です。今実際おりまして、この時間って言っても分かりにくいので、まあちょうど、ちょっとまだ LINE が来てないけど、22時35分、結果的にまず、4000と、800ちょっとやな、回収できて、投資の方が46枚。なんと皆さん、今月のミッション達成しましょう。よいしょーよいしょーよいしょーって、まさかこんなことになるとは思ってなかったと思うんですけど、俺はどこかで、思ってましたね、並んでる時からヘンリー見えてたと思います。あれ今日店光ってないかっつって、そういうことですまあ555番でもうダモンあかんなっていうふうに思ってたんですけど、まあ一応そのところは見に行くっていうので、まあ意外とまあその A バラというか、まあ A タイプコーナー空いてて、ジャグラーもありやなみたいな話になってないですけど、動きジャグラーがもう全体ピロピロって空いてて、でまあパッとたまたまね、あまあ風やから行こうかっつって、だいぶ見たら777ゾロ目やんっつって、格変やんっつって、だこれですまあたまにはそういう立ち回りも、まあこれ完全にタナボタですけど、まあ本当言うと、まあちょろちょろって打って、なんか他のメイン機種とかに移動できたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、そんな必要全くなかった。6号機で一番出たっていうぐらい僕の中ですごいいい実践になりました。やっぱジャグラーって、まあ、癒しを最初は求めてたけど、途中からちょっと勝負勝負になっちゃって、自分でね目標なんか決めちゃったりなんかして、70になったか、最初は55言うてないけど、そんないけると、もっと上もっと上って、でちょうどまあギリギリやったね、なんかやっぱ最後の500とか300とかのハマりがドドンってきてもうて、まあ一番出てた時5300万やったけど、だからちょっと減らしちゃったは減らしちゃったんですけど、それでも対象には変わりない。そして4100万ちょっとあればミッション達成ということで、2日で両方6号機でミッション達成ということで、僕は本当に2人にかっこいい背中を見せれたんじゃないかな、勝手に思ってます。そんな感じやな、まあこれ以上言うことないな、マジでデイゲース、やったった、ありがとうございました。こんなんはジャブよ、あい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 、あかん、やってもうた、マジや、はい、なになに、そこかー言うてます、おー、あれなにそれ、わーいっぱいあるやん。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。